ここはジュラテンペスト連邦国。さまざまな魔物たちが手を取り合って生活している世界でも類を見ない場所だ。スライムがこんなところにいるのも不思議かもしれないが、俺はここの名手なんだ。スライムは見た目によらないってね。あ、実はスライムに転生する前は人間だったんだぜ。襲ってきた通り魔から後輩をかばったらそのまま死んじゃって異世界に転生したんだ。今はの際につぶやいたことがなぜか叶えられちゃった結果、見事なスライムボディとして生まれ変わったってわけだ。いろいろあったし、今でもいろんなことに巻き込まれ。街の中を歩くことを推奨します。街にいるキャラクターとの会話を推奨します。リブル様、お前も族長だったんだし。街を経て他のキャラクターとの会話を推奨します。リブル、ミリム、会った時にも言った。もちろんなん。他のキャラクターとの会話を推奨します。まあ、リブル様、リブル様、いいけど。今日も何事もなく。って言ってるそばから大型の魔獣の接近を感知しました。偶然とはいえ、こんなにも魔獣がやってくるなんて。せっかく皆様にも新作をお召しになっていただこうと思いましたのに。また着せ替え人形に。これは魔獣に感謝だな。数など問題ではありません。すぐに片付けてまいります。気にすんなって、あのくらいどうってことないだろう。さすがはリムル様。ではリムル様の秘書であるシオンが蹴散らしてまいりますね。町に牙を剥く者は我が主へあだなす者も当然。一瞬で片付けてまいりましょう。シオンとランガだけでも問題なさそうだけど。わっはっは。では代わりに私が言ってやろう。マブダチの町を荒らす者は許さん。ここのところ平和すぎて腕がなまりそうで。ぜひ俺たちにお任せください。はっは。全員やる気に満ち溢れているようですな。待て待て、お前ら全員で暴れたら町まで壊れちゃうって。だからここは俺が行く。なんと主自らの出陣。どこまでもお供いたします。リムル様、シオンの活躍見ていてくださいね。おい、話聞いてた？ずるいぞ。私だって戦うからな。もちろん手加減はたっぷりしてやるから安心しろ。はあ、やりすぎてあたりをめちゃくちゃにしてはいけませんからね。過剰かもしれませぬが、魔獣たちが近寄らぬようきついお灸を据えてやらねばなりますまい。誰も待つつもりはないようですね。まあ俺もですね。ではリムル様、どういたしますか？お前ら抑え込む方が大変だよ。仕方ない、全員で行くか。ここは俺にお任せを。
札から技能の魔装痕を使うと、スキルポイ札は全て技能の魔装痕であるため、6枚全てを選択、複数枚選択するとコンボとなり、これは使える。一気に行くぞ。それならどうだ。それ。よし、私が奥義の魔装痕を使うと、キャラクター奥義の魔装痕を増やすために、技能の魔装痕を奥義だけじゃ、奥義の魔装痕で6コンボ発動することが可能。各キャラクターの奥義ゲージ対応策は、一気に行くぞ。まだあるみたいですね。ああ、無茶はす。奥義ゲージが溜まったため、手札奥義発動痕はどの手札とも組み合わせて使うことが可能です。これが切り札だ。誰一人逃がさない。神の光に焼き貫かれろ。メギド、これが俺の覚悟だ。覗き見はこれくらいにしておきましょうか。もっと見たかったです。まあまあ、どうかしら。パパの勇姿はとってもかっこよかったです。私もあっちに行きたいです。まだその時じゃないわ。でも安心なさい、すぐに会えるわ。あ、そういえばまだ名乗ってなかったよな。俺はリムル、リムルテンペスト。何の因果かスライムに転生しちゃったんだが、頼れる仲間と守るべき町があって、今の暮らしが結構気に入っている。そっか、そういえば転生してからだいぶ経つんだよな。あの洞窟で目覚めたあの日から。